や、弾けない時可愛かったもんね。そんな言われたよね。いや、弾けない方が。ただね、俺あの一つ納得いかないことがあるんですよ。カズうちの従業員みたいな。なんか知らんけど、杉さんカズにかけるから、ワイはマナブにかけろって言ってましたよ。もう負けてますよ、今。そうえ、それ負けたらどうなるんですか。え、あの鼻毛ゴッソを昨日放ってきて、今日は、この二人がヒゲがどっちが似合ってるかっていうことで、いつもいがみ合ってるから今日決着つけたろと思って、とりあえずどっちが似合ってるかっていうのをこの辺一帯で調査していこうかなとですね。はい、やっていこうと思います。じゃあ今から聞いていきます。発音しよう。私的にはこっちが、お、こっち、あ、そう、あ、関西の方に行くよ。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。似合うか似合ってるか。赤、赤、ありがとうどっちがヒゲ？ヒゲ？あ、こっちかな。赤。うん、オッケー。ありがとうございます。ありがとう。見慣れとるけんね、やっぱり。そうですね。よし。なれそうだったらしよっか。しよっか。なかった、楽しかったですよね、またね。どっちがヒゲ似合うか、選手権は仕事です。ああ。どっちが似合ってるか。一発目、第1号です。ありがとうございます。どっちがヒゲに似合ってるか選手権をします。どっちでもどっちや、左、赤、赤、オッケー。ありがとうございます。どっちがヒゲに似合ってるか選手権。え、どっちがヒゲに似合ってるか、うん、どっちでしょう。赤か黒か。赤で。赤で。オッケー。ありがとう。どっちが似合ってるか選手権ます。YouTube？ どっちが似合ってる？赤か黒。赤黒。赤。早いな。早いな。あ、まだね。絶対。あっ捕まっちゃった捕まっちゃった。どっちがヒゲにやってるか。赤黒、どっち。黒。黒。黒。おー、なるほど、来ました。来たかな。え本当に本当に100人しか100人無事あるけど、やば。どっちがヒゲにやってるか選手権なの。赤と黒、どっちがヒゲにやってるか。どうなんですかね。もう直感。直感で、うん、右かな。赤赤と思う。オッケー、ありがとう。バランスが元気出せよ。まだ落ち込むなよ。一歩一歩の思うなって言う。ゆうせいはキリンによる。あ、カズヤがおる。カズヤ、うん、あの北沢三丁目の。あ、今は通ってった。あ、今通ってった。キリンによるよ。オッケー。あ、パパは誰によるよ。はい、罰ゲームが。え、頑張れ、頑張ります。おはようございます。オブリゾンだ。おはようございます。アッケーさん、どっちがヒゲに合うか選手権。あ、出た。え、どっちも似合うけどな。もうでも彼は男前やけん、ヒゲない方がかっこいい気がする。ヒゲで言うたらマダムだ。おお。だるま最高、丸ま最高。ま、学びも学びも。そうそう。よかった。ありがとう。いいえ。ありがとうございます。
そういうことで、ね、ちょっと違う。あ、こっちがヒゲ似合うか。いや、私は学ぶさんを知って学ぶ。おー、上げてきてるぞ。まあ、やっぱ日頃に学んだ。追い上げは来てるぞ。日頃のコミュニケーションやな。ありがとう。ありがとう。ありがとう。前誰や。キアヌ・リーブスかと思ってどっちが似合うか。どっちが似合うか。いや、もうお前やろ。半分ヒゲの白かとけど大丈夫。いやいや、もうキアヌ・リーブスやん。やば。ありがとうございます。待って、今来ない。どっちがヒゲ似合うか。じゃあ、ちょっと言うてよ。あ、え、負けたらそれこれは待って。いや、ちゃんとまた試合を見たいと思います。ああ、なるほどね。おはよう。どっちがヒゲ似合うか。はい、赤と黒。赤と黒ですか。赤と黒って。いや、赤、オッケー、ありがとうございます。はーい、参考出す。ありがとう。伊藤さん、どっちがヒゲ似合うか選手権してるんですよ。うん、赤と黒どっちが似合う？ヒゲ。赤。オッケー。ありがとう。ありがとうございます。どっちがヒゲ似合うか、赤と黒どっちと思う？近くに。そうそうそう。ヒゲどっちが見えました？おー、やったー。なんでなんで？アンケート。5人分ぐらいの感じ。どうもどうも。ありがとうございます。びっくりしたな、やるから。じゃあ、休みよろしく。あ、おお、どっちがヒゲ似合うと思う？赤と黒。広瀬さん。どうせ、赤。おい、おい、おもんな。ありがとう。おい、ようかな。赤。赤か。あ、そうっすか。そっちくり。あざす。あざす。あざす。どっちがヒゲ似合うか選手権。え？100人に聞く。どっちが、どっちが、そっちか、どっちか。左。おお、ありがとうございます。おお、もう声上げてきてんぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。どっちがヒゲに合うか選手権してます。どっち当たってるの？なったんだ。ヒゲ、どっちが似合う？似合っとる。あった。ありがとうございます。ありがとうございます。そば100人で聞いてた。今でしょ。今ね。お疲れです。お疲れです。え？ヒゲが似合うのは？こっち？ヒゲにやってるでしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね。ありがとうございます。これ一周行ったんちゃう？すいません。はい、どっちがヒゲ似合ってると思いますか？黒さん、赤。赤。はい、ありがとうございます。うん、おはようございます。おはようございます。ツルツルっすやん、頭。合成したんすか？いい、もうすげえ。わー、いい。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。どっちがヒゲ似合ってるか。あ、学ぶでーす。追い上げてきたな、お前。今こんな感じでね、100人聞いてると思って。赤か黒か選んでもらえれば。赤で。赤で。
今赤で。ありがとうございます。大丈夫です。すいません。またそのバズゲームを、はい、100人に聞いてもらってます。はい、なんでご協力ありがとうございます。100人に聞いてもらってる。あ、そうね。ヒゲがどっちが似合うかっていう、はい。でも似とるね。フォローか。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、マラコさん。マラコさん。ヒゲが似合っとるかっていう選手権もしようと思います。ありがとうございます。こちら、もう立ってる。どっちが？あれ？オーマガー！オーマガー。元気？びっくりした。元気してたんですか？あと、ちょっと体調が悪かった。まだあっちにいるわけ？本当に？はい、はい。なんかやっぱりちょっとなんか大人になったよな。こっちが言うとこって。でもどっちも似合ってんねん。ヒゲはこっちが似合う。ヒゲ勝負なんです。ヒゲ勝負。よし。はい。2票でも、まあ、ほんまどっちも似合うてんねんけど、長い間行ってへんからこっち行けヒゲ関係ない。ありがとうございます。いえ、また機会やったら行きますね。あんまり体気付けてんねん。はい、ありがとうございます。まあ、今会議の中ヒゲだけです。3、2、1。あ、整ってるちょっと。そうですか。私はワイルドな方が好き。やったー。あと60人ぐらい。60人。ありがとうございます。頑張ってください。ニューヨークやってます。はいはいはい。こっちが。あ、はい。こっちが似合う。はい、よし。よし。じゃあこっちが似合います。一瞬だけ動かすか。シンプルに、はい、ヒゲどっちが似合うか。目は見なくていいです。ヒゲだけ見てもらう。ヒゲだけ見ると、はい、やっぱり、まあ、年齢もあるっていうのはあって、はい、ありがとうございます。マジですね。やっぱり僕の、ね、やっぱ40歳になってるから。あ、やっぱりそこが、その、と、まあ、もう見慣れてる。はいはい、もうこれで、でやってしまってるから。なるほど、なるほど。逆に疲れてる。そうですね。わかりました。ね。いや、そのために一生懸命一人で伸ばして。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、何？どっちがヒゲにやってるかってやってるんですよ。どっちも似合ってる。どっちか選んでいただけるなら。やった、ありがとうございます。追い上げる今、追い上げる。いえいえ、ありがとうございます。今ちょっとおかです。どっちがヒゲバーが似合うか対決なんです。ヒゲやね。ありがとうございます。お疲れ様です。ヒゲだけ見、ヒゲどっちが似合うか。やっぱりこっちが年上って思うかって。どっちが似合うか。似合うかって。こっかな。言うてやらば困るとか。うん、選んでやって。いや、俺も赤や。なんか赤にしようか。うん、しようかでよかった。ヒゲだけ。顔は見らんで、ヒゲだけ見て。どっちが似合うか。キアヌ・リーブスか、あのイエス・キリストか。キアヌ。ありがとうございます。こっちかな。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、今度何します。今度ゴミ掃除します。ゴミ掃除。川の、まあ、川でもいいですけど、川はします？川した。川やったら上田2枚あるんですよ。だから僕と杉さん2枚で、あいつら海パンで応募してるんですけど。あ、いいよ。いいよ。中に入っていいか。入ってきます？うん。入ってきます。なんか綺麗かさ。中ってどこ？あ、どういうこと？あの、市販橋、小国島で。あ、うん、いや、うなぎとかも多いらしい。
あれ取っちゃいかんやつ。うまっ、めっちゃ釣った。俺も何回か釣った。マジで。マギこんな。え？それどうした？逃がしましたよ。さすがに。さすがに。どうせが清掃。どうせが清掃。で、どうやった？暑いっす。まあ、あとはどうですか？ね、はい、じゃあ、あのボードは、ボード。ボードですか？じゃあ、結果発表してよ。じゃあ、結果発表、いいですか？はい。トップ5いいですか？どうぞ。くださいじゃあちょっとさせていただきます。結果発表、結果発表こちらです。おおいいしね。ええー、勝負やん。後半マラブさんの追い上げも結構あって焦ったんですけど、なんとか逃げ切りました。おっしゃ、はい、え俺とお前罰ゲーム安心しろ、4人分ちゃんと用意してるから。いただきます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。なぜか俺とお前が腹毛を今から処刑バイクで抜かれるっていう。とりあえずやろうか。お前から行くか。あ、俺からでいいんですか。お前から行かしたの。ハードル上がりますよ。いやいや、全然。じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ自分から。はい。はい。どこの方まで行くの。どこら辺、どこら辺まで行くの。相立ってたら止まる。え、これ、しゃがんだらダメなんですか。え、これ、しゃがんだらダメなんですか。しゃがんだらダメなんですか。上に向いとけ、上に向いとけ、上に向いとけ。お前、いくよ。お願いします。行くね。はい。じゃあ、もう行ってこと？やばいよ。はい、これ取ると？はい。どう？はい、そう。行くね。はい、行くよ。はい。行って。ちば？ちば？バジの路地裏でアホなことやってます。あうい当たらんよ。カメラ引っかからんよ。あ、大丈夫大丈夫。あー、これはオッケー。よーい、ドン。はい、あー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 痛い。涙目になってきました。遅いです。オッケー。なら、なんか知らんけど、もう鼻毛全員抜いたっていう。俺関係なかったんですけど。遊び来るか言われてから俺なんで鼻毛抜かれたんだ。まあまあそういうこともあるよ。え、どういうこと。風通りは。まあ次回は道坂の清掃、はい、道坂の清掃をするっていうことで、はい、はい、今度また撮っていこうと思ってます。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。なんなんこれ。